まあ、大体1年以上ですね。剥がしたかったらすぐ外れる。ヒノキの皮、ひわだが重ねられています。ひわだ葺きです。一列並べたらまた一列、少しずつずらしながら並べます。その間隔は4部。ひわだ葺きの屋根は他の建築には見られない大きな特徴があります。それはこの曲線です。曲線は社殿を優雅に彩り、気品を高めます。薄いひわだを一枚一枚並べることで生み出されているのです。ひわだの通り、列が揃っているか確認します。ところで、屋根の厚さ、一体どのくらいあるのでしょうか。屋根の厚みが一目でわかる箇所がありました。ひわだ葺きっていうのは、軒先、これ軒っていうんやけど、その厚みがつけてあるよね。で、ここは二重軒って、1重目2重目って二重の木になってるんやけど、でその下から見るとこの厚みがあるんやけど、その厚みのままじゃなしに、このまたその上にの字があって、この平川っていう川が吹いてある。だいたいこれも10センチぐらいまで厚みはあるんですけども、屋根が風化して痩せてもうそんなにもないんやけどね。真っ先に目に入ってくる分厚い軒、しかし軒の厚さと屋根の厚さは別です。屋根の大部分の厚さは3寸ほど、およそ10センチです。並べているひわだは奥国神社周辺で取られたものです。
独特な方法で取られています。冬、木の成長が止まる寒い時期に皮が取られていました。この取ったばかりのひわだ、すぐ屋根に使うというわけにはいきません。加工が必要です。加工は兵庫県で行われていました。これはひわだの丸ですね。あそこに小国神社って書いてあるところは剥いてストックしてる、寝かしてある部分ですね。どのぐらいこう寝かせるんですか。まあ、大体1年以上ですね。まずは1年以上の乾燥。乾燥することで加工しやすくなります。1年乾燥させたひわだを屋根用に加工します。この皮はしっかりした割れにくい皮なの でこちらが普通の平用に使う皮で、まあ、それにこの皮に比べて厚みが薄くてっていう感じですね。次に幅を広げます。幅を広げる方法は重ねて叩くだけです。これ包丁の先っぽがとんがってて、でこの皮の繊維と繊維がこう重なり合ってひっつく状態です。だからこれ外したい時はもうすぐ外れるし、くっついた状態で、まあ、剥がしたかったらこうすぐ外れる。屋根に使う数十万枚のひわだは全てこうして作られています。ひわだは釘で固定します。目にも止まらぬ速さです。ひわだの数は数十万枚。作業スピードも大切です。ちょっとあの早すぎてスローモーションでやってもらってもいいですか。そこで口で何を入って、そこでどうなってるんですか。口元でこの斜めになってるのは分かる。この先が使っているのは竹の釘です。斜め分かりますか。はい、後ろはこのまっすぐ、このでから出るときはこの斜めのやつが口の中にあるように、だからまっすぐな方から、このまっすぐな方から
外に出してでここにしっかり当てる、はい、当てるでこれ人差し指と親指で掴むね。でそれを屋根にぶち込む。世界に類を見ない超絶技巧です。口の中で竹釘の方向をコントロール。数十万枚のひわだに一番早く釘を打つ方法がこれなのです。速さだけではありません。注目は左手。ずっとひわだを押さえたままです。この屋根地がムラがいってないかを左手で感じ取ってるよね。屋根の感覚で捉えているっていうことね。